はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回の動画本編に入る前にですね、まずはスピちゃん予選大会、皆さんお疲れ様でした。今回の大会もですね、117試合全試合ですね、配信の方でらせていただいたんですけども、たくさんの応援本当にありがとうございました。皆さんは狙いの順位に入れましたでしょうか？ぜひぜひコメント欄等々でも教えてください。で、一つお知らせなんですけど、今日からね、しばらくちょっと龍が如くセブンの配信をツイッチの方でやろうかなと思ってますので、もしよければね、ツイッチの配信また遊びに来ていただければと思います。はい、ということでここから本題入りまして、今日何をやっていくかと言いますと、タイトルとかサムネにもあるとは思うんですが、全球団純正オーダー、紹介やっていきたいなと思います。まあ、この企画はですね、1年ぐらい前からね、少しずつ進めてた企画にはなるんですけれども、今回ですね、12球団全てでオール S ランクのオーダーを、達成いたしました。まあ、もちろんね、このオール S ランク12球団分やるっていうのは、まあ、ガチャ引いたりとかミキサーうまいことやっていけば、まあ、達成すること自体はね、そこまでハードルは高くないかなと思うんですけど、まあ、ボックスの圧迫とかね、まあ、そういった問題がいろいろ多々あったので、まあ、なかなかね、時間もかかったんですけど、まあ、なんとか形になりましたというところでございます。で、今回そのオーダーをね、1球団ずつ見ていくんですが、基本的にはリアタイ女子のオーダーを、組んでおりますという前提ではあるんですが、ぜひですね、各球団の純正の方、まあ、オーダーの改善点であったりとか、また意外とこの選手強いよみたいなのなどあればですね、教えていただけると嬉しいなと思います。まあ、ぜひ純正やってる方はもちろんその球団を中心に、まあ、やってない方もね、ぜひ、楽しみながら見ていただけると嬉しいなと思います。ということで早速本編いきましょう。さあ、ということでまずは早速いきましょう。セリーグからちょっと今回いきたいなと思います。はい、まずはヤクルトですね。ヤクルトは野手はですね、全員レベル75でね、かなり強い打線が、完成をしております。まあ、一部ね、特に控えの選手とかスピリッツ低い選手も入ってたりはするんですけど、まあ、結構がっつり純正やってるよっていう方とも、まあ、それなりに張れるぐらいのオーダーにはなってるんじゃないかなとは思います。まあ、強いて言えば多分あと広沢さんかなが取れてれば、かなりもう野手に関しては完成形と言ってもいいぐらいなんじゃないかなとは思いますね。で、まあ、投手陣についてはですね、なかなかきついんですけど、まあ、少しずつ強化はできているのかなっていう感じです。まあ、そもそもヤクルト純正一筋でやってる方もね、やっぱ戦力層的にピッチャーきついっていうのは、まあ、あるのかなというふうには思うので、まあ、その中でも一応必要な選手は最低限揃ってるんじゃないかなとは思います。まあ、やっぱり野手ですね。他の球団と比べても野手の完成度はトップクラスかなと思います。続いて DeNA です。対 DeNA、まあ、ここはね、本業なんで割愛をしようかなと思うんですけど、まあ、強いて言えば一つね、この前のラインイベの時に上里選手をスピ解放を2回しました。で、まあ、投手陣がね、やっぱり厳しい球団ではあるんですけれども、意外とね、なかなか12球団で見ない選手、それこそ桜井選手とか、また山崎康明選手なんかも最近当たる機会が少なくなってる影響もあってか、まあ、結構刺さりましたね。また伊能さんとか、そのあたりの担ぎで使ってました。続いて阪神純正です。阪神はですね、まあ、おそらく DeNA の次に動画化してる回数が多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、これを見たらやっぱりね、OB が強すぎるんよね。スタメン野手で現役は近本選手と佐藤輝明選手の2選手だけかな、ということで現役がなかなか少なめにはなってるかなとは思います。で、まあ、やっぱ補強ポイントはピッチャーかなと思いますね。まあ、そもそも阪神純正がっつりやってる方でもね、苦労する部分かなとは思うんですが、まあ、ここは強化ポイントかなと思ってます。続いて巨人です。巨人もね、阪神同様に OB だったり TS がかなり強いっていうところで、特に野手がね、現役やっぱ少なくなっちゃってるところかなとは思うんですが、特に今年のタイムスリップで結構強化ができてるかな。スタメン野手でも4人入ってますからね。まあ、あとは投手陣かな。投手陣はタイプがね、あまり重ならずに強い投手が多いっていうのがやっぱ魅力的ですね。まあ、あともう 1,2 枚ぐらい欲しいところはもちろんあるんですが、まあ、ガチガチに組めてる方であれば、もちろんやっぱり最強、球団になるんじゃないかなというふうに思います。続いて広島です。広島はですね、他の球団と比べて若干古い選手が多いかなっていうところはあるんですが、まあ、こういった感じになってます。で、広島もね、投手陣がね、結構揃ってるかなと思ってて、限界突破の進み具合的にもかなり進んでるんですよね。投手は組もうと思えば全員極みでも一応組める感じにはなってます。ただ所選手と長川選手はまあ入れた方がいいかなと、リアタイ的にね、思ってますので、まあ、今回はこういった形になってます。まあ、あとでもな、担ぎコルニエル選手持ってたらもうちょっと違ったかな。あとフランスは選手もね、実は持ってないんですよね。まあ、そこはちょっと悔やまれるポイントかな。続いて中日です。中日はですね、あんまり多分動画でね、純正化やったことがないんじゃないかなと思うんですけど、実はそれなりに組めるオーダーになってます。まあ、特に今年1年でね、それこそこの間のダルセレの落合さんだったりとか、また TS で中村のりろさんとかが入ったっていうのは結構大きいかなと思います。まあ、野手は結構全体的に強いですね。
で投手陣もですねそれなりに揃ってるんですけど、まあ、もう少し層を強くしたいかな、厚くしたいかなっていう感じではあります。まあ、ロドリゲス選手であったりとかベサネタイトホルダーで極みを作ろうかなと思ってますね。あとは一応大野選手もこれリーグ的に最新のものに継承はしてるんですけど、一応上ツーシームのやつも持ってはいます。続いてオリックスです。オリックスはですね明確に補強ポイントが分かるんですが、キャッチャーとセカンドかな、ここが大きな補強ポイントになるかなと思います。で外野守備にね特化すれば、実はオリックスってめちゃめちゃ強くて、レフトからライトまで AAS で組めるんですよね。これめちゃめちゃ強いよね。まあ悔やまれるのはアーティスト組がそこまで揃ってないっていうことかな。ブーマーとかも欲しかったな。であとは投手陣ですね。投手は特に先発がね12球団でもかなりの上位の、強さになってるかなと思います。まあ、特に3枚ですね。先発1から3まではもう鉄板かなと。12球団でも、まあ、通用するクラスの、まあ、それこそ今回の大会とかでも出てくるような投手が集まってますね。まあ、あと課題は後ろのピッチャーかなって感じですかね。続いてホークスです。ホークスはですねやっぱり戦力層はね、まあ、実際のプロ野球でも素晴らしい戦力層があるんですけど、ゲーム内でもかなり上位になるんじゃないかなと思います。まあでも意外にもねアーティストはそこまで多くないですよね。ギータと野村さんかなが僕のオーダーの中では入ってますね。でも勝山本さん一応なんとか取れたっていうのも結構大きかったかな。で投手陣ですね。投手陣は結構ね実はまあ、さっき戦力層って話もしたんですけど、ここに入ってない選手も持っていて、まあ、それこそ東山選手の、まあ、めっちゃ古い S ランクの極みだったりとか、また和田さんもこれリアタイ的にこっちの方がいいかなと思って入れてるんですけど、まあ、かなり昔の、極み75のやつとかも持ってます。続いて西武です。西武はですねやっぱりまず野手ですよね。特にショートめちゃめちゃ強すぎ問題っていうのがあるんですけど、まあ、源田選手の守備はやっぱ捨てがたいし、でも中地の打力とバランスの松井和夫さんも捨てがたいっていうね、まあ、ところはあるんですが、まあ、やっぱり打線の強さが12球団トップクラスで、かつ、まあ、二遊間はじめ、まあ、特にセンターラインですよね、含めて守備がめちゃくちゃ硬いっていうところで、強いポイントにはなってるのかなと思います。で投手陣はですね、まあ、完全体でもなかなかやっぱりリアタイでは厳しい球団なのかなというふうには思うんですけど、まあ、一応現状はこんな感じになってます。で水上選手はベストナインタイトルホルダーで、まあ、極める準備はもうすでに万端になってます。まあ、中継ぎ投手陣ですよね。特に水上さん平さんあたりはもっと強化されてもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。忖度なしで。続いて楽天です。楽天はですね12球団の中でもなかなかね強化ができなかった球団なんですけども、その中でも野手ですね。野手は本当に今シリーズでだいぶ強化ができたかなと思います。まあ、それこそ左バッターですね、西川、茂木、鈴木大地、銀次あたりの4選手が、取れたっていうのがかなり大きかったですね。で逆に投手はですね中継ぎはきついかな。まあ久しく継承してない選手なんかも多いんですけど、まあ、そもそもの戦力層も結構きついなっていう感じ。まあ、先発ねマー君、岩隈さん、あとは則本さん、まあ、滝中さんも結構強いと思うんですけど、まあ、この4枚はねまずまずっていう感じだと思うんですけど、まあ、楽天純正の方良ければ投手誰使ってるかなどなどコメントで教えていただけると嬉しいです。続いてロッテです。ロッテはね正直多分全球団の中で一番完成度低いんじゃないかなと思うんですけど、まあやっぱりねあの正捕手が、あの正捕手がいないっていうのがやっぱ痛いかなというふうには思うんですけども、現状こんな感じになってます。シンプルにトッツが進んでない選手が多いかな。であとは投手陣ですね。投手陣は先発がねやっぱかなりリアタイではきついのかなっていう印象ですかね。まあ、石川 M さんぐらいしかあんまり抑えられるビジョンが見えない。特にランク戦とかだと。ぜひロッテ純正の方誰使ってるか教えてください。でラストが日本ハムですね。今年のシリーズ1で、かなり強化ができたかなと思います。まあ、これ多分なんかの動画とかでもやってると思うんですけど、もう若手選手を中心にね、まあ、あとは近藤選手がシリーズ1からキャッチャーできるようになったんで、まあ、そこもかなり大きいかな。で現状の補強ポイントは明確で二遊間ですね。田中幸雄さんがねたまたまボックスにあったんでちょっと育成してみたりっていうのをやったんですけど、まあでも二遊間だからやっぱアルカンタラなんですよね。この間の動画でも狙ったんですけど、アルカンタラが欲しいというのはこういうことでした。でまあ投手陣の完成度はなかなか高いんじゃないでしょうか。ほぼ全員極みですね。まあベンチの加藤選手も一応極められる準備はできてます。まあ特訓 1.5 とか来たら極めてもいいかななんていうふうには思ってるんですが、まあでもやっぱ日本ハムは投手陣強いっすね。12球団でもやっぱりトップクラスだなと思います。
はい、ということで以上ですね。今回は12球団純正、全球団純正の現状のオーダーを紹介していたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、なかなかね、今までにない動画になってるんじゃないかなと思うんですが、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、ぜひね、あの冒頭も言ったんですけど、今回のこの動画は各球団の純正の方にね、まあ、このオーダーこうした方がいいよとか、またはこういう選手強いよみたいなのを教えていただきたいっていうね、目的もあるので、まあ、ぜひ今後ね、狙った方がいい選手とか、今現状で狙った方がいい選手などなどあれば、教えていただけると嬉しいなと思います。で、まあ、近いうちにね、このまた全球団の純正オーダーを使った企画なんかもいろいろやっていきたいなと思ってますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。ってことで、ぜひこの動画少しでも楽しんでいただけた方、純正のモチベーションが上がったっていう方はね、ぜひとも高評価、チャンネル登録を教えていただけると嬉しいです。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。